日本兵庫県伊丹市戦争戦争は日本の兵庫県伊丹市の町名。現行の行政地名は戦争1丁目から6丁目まで。2011年10月1日現在の人口は5630人。郵便番号664-0898。北の1点で水穂町、北東で大塚、東で桜川丘、南で行基町、今陽東、南西で今陽。 西の道路上の一点で、今陽地、北西で、広畑と接する。南東の船原とはわずかに接していない。伊丹市役所をはじめとする市の施設や、阪神北県民局伊丹庁舎など、兵庫県や国の出先機関が立地する、官庁街を持ち、北の広畑との間にまたがる、陸上自衛隊戦争駐屯地を有する。町名としての、戦争の読みは、先祖であり、 伊丹市役所のサイトでも、兵庫県伊丹市戦争一丁目一番地と読み仮名が記載されている。戦争中屯地の施設名についても、先祖中屯地が正式な読み方となっている。戦争という地名は、今陽地、今池、籠池を造営した奈良時代の僧、行基が713年に、当地で戦争供養の放映を行ったことに由来すると、されている。江戸時代には、 摂津国川辺郡戦争村として幕府領となっていた。1882年の人口は172人を数え、1889年の町村政施行後は大部分が稲野村の大技となり、飛び地部分は伊丹町へ編入されたが1940年には稲野村と伊丹町が合併して伊丹市となり、旧戦争村の全域が伊丹市に属することになった。 戦争公民館前には、旧戦争村の地名を伝える、名版、戦争の旧地名が設置されている。行基が造園したとされるため池のうち、籠池は後世に埋め立てられ、跡地は陸上自衛隊戦争運動場となっている。戦争今池は、伊丹市立博物館の裏手に現存するが、池の大部分は1七十二年に、市役所の、現庁舎と市立図書館、博物館、 中央公民館が建設された際に埋め立てられた。市内に鉄道は通っておらず最寄りの鉄道駅である、阪急板見線板見駅からは西に約 1km、JR 板見駅からは西に約 2km と離れている。路線バスは市内の全域から直接、あるいは JR 板見、阪急板見乗り換えで、板見市交通局が利用可能。最寄りのバス停は市役所前、 もしくは裁判所前となる。伊丹市立博物館兵庫県伊丹庁舎、伊丹裁判所合同庁舎伊丹市消防局、西消防署伊丹市役所への行き方、業務時間伊丹市2016年8月14日、閲覧戦争駐屯地陸上自衛隊2016年8月14日、閲覧、足立文明、地名が語る伊丹の歴史、それ以外の旧村地帯、図書館は年月に、 宮の前へ移転した。前川茂之。阪神県民局本庁舎は、伊丹に県が、方針案発表。 神戸新聞ネクスト h t t p s w w w k o b e n p c o j p n e w s s o u g o u 2 0 1 9 1 2 0 0 1 2 9 6 7 4 8 9 s h t m l 2 0 1 9年12月18日閲覧敷地は戦争3丁目と広畑1丁目に、また上がっている。 ABCD 所在地は今陽一丁目。所在地は広畑。ありがとうございます。